こんにちは、草場ひろきです。今回は花粉症におすすめのアロマを紹介したいと思います。この時期は花粉症に効くアロマはありませんかという質問が増えますが、アロマは結構花粉症が得意です。特に今回は花粉症の方々にお墨付きのアロマレシピを2つ紹介したいと思います。まず1つ目はラビンツァラ10滴、ユーカリラディアタ10滴、ティートゥリー10滴、赤松ヨーロッパ10滴、精油合計40滴にキャリアオイルと合わせて合計10ミリになるように作ります。精油濃度は 20% 濃度です。このブレンドオイルを1日何回でもいいので、頬のところに1滴ずつつけます。このレシピは本当に人気で、使ってすぐですね、効果を実感いただけるレシピじゃないかなと思います。ただ体質によって合う合わないがありますので、このレシピで合わない方におすすめのレシピは、マニアックな精油になるのですが、タナセタム4滴、ラベンダーアングステホリア30滴、キャリアオイルが合計10ミリになるようにブレンドします。精油濃度は約 17% ほどです。使い方は先ほどのレシピと同じように、頬のところに1滴ずつつけるだけです。ちなみにレシピ1の方は免疫調整であったりとか、ステロイドと似たような働きがあります。レシピ2の方は抗アレルギー作用や抗ヒスタミン作用を目的にブレンドしております。ではレシピ2を使った30代女性の体験談を紹介します。この方アロマスクールの生徒さんだったんですが、花粉症がひどいということでレシピ1の方を作って試してみたのですが、効果がなかったので別のレシピをということでレシピ2を使ってみました。彼女はタウロミンという抗ヒスタミン作用がある和漢生薬を使っていて、そちらの方は効果的であるということから、それを参考にしたブレンドであります。タウロミンを1日3回、1回4錠飲んでいたところを、レシピ2を朝夕2回、適量塗布したところ、4日目にはタウロミンを飲まなくても花粉症の症状が起こらなくなったというふうに言われていました。他にも皮膚に塗らない方法でマスクに垂らしたりとか、お部屋で芳香浴で使うだけでも楽になるケースはよく聞きます。日本の精油の中で花粉症におすすめのものとしては、トドマツが花粉症におすすめです。芳香浴するだけで花粉症が楽になったという声も多いです。ということで今回は花粉症におすすめのアロマでした。また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら、通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。